ネイサン・プレスコット君、至急校長室へ来るように。以上。レイチェル・アンバー、綺麗で希望に満ちた顔、一体どうなっちゃったんだろう。わざわざポスターの上に貼るなんて、レイチェル・アンバーって子を本当に見つけたいんだね。グラント先生、熱心に署名は集めてるな。グラント先生。あら、マックス、ちょっとだけ話を聞いてくれないかしら。今署名運動を始めてるのよ。ええ、もちろん構いませんよ。何の署名ですか？警備主任のデイビッド・マドセンが校内に監視カメラを設置しようとしているの。廊下に教室、体育館と寮にもね。ここはハイスクールです。刑務所と同じにされては困るわ。そんなの、マドセン主任の嫌がらせを増長させるだけです。そういう問題じゃないのよ。自由を重んじるブラックウェルの伝統と公民権は保護しないと。信じられない。今のご時世、確かにいろいろ物騒だけど、寮にカメラなんて。断固阻止しないと。取り返しのつかないことになってからじゃ遅いわ。ブラックウェルは由緒正しき学校です。ネイティブアメリカンが創立し、開拓者たちにも門戸を開いた。暴力とは無縁よ。科学の先生なのに歴史好きなんですね。科学はある意味歴史よ。この町の民間伝承はとても興味深いわ。機会があれば特別授業で取り上げたいと思ってるの。ネイティブアメリカン？彼らは植民者たちを温かく受け入れ、二つの文化は共生関係を築いて発展したの。そんなに昔から？知らなかったです。自分の学校の歴史を知るのは大事よ。意外な事実に驚くはず。この辺り一帯には霊力が満ちてる。それが感性を刺激するのね。特別講義はこのくらいにして、時代錯誤な監視システムに抗議する署名をお願いできるかしら？もちろんです。安全対策はいいけど、これは行き過ぎです。ありがとう。あなたならきっと賛成してくれると思ったわ。ヘイデンとボルテックスクラブの取り巻きだ。夢を生きるってやつね。ヘイデン。おお、レトロな自撮り系女子のご登場だね。どうも、自撮り系女子です。ヘイデンは相変わらずまったりしてるね。この学校の生徒が自然と身につけるスキルさ。ボルテックスクラブを代表するメンバーだったら特にね。でもネイサン・プレスコットもメンバーでしょ？そんなに嫌うなよ。ネイサンは親が金持ちだから何かと目をつけられやすいんだ。付き合ってみるといいやつだよ。みんな単なる妬みさ。すぐ切れる危険人物だと思うけど。そりゃ虫の居所が悪い時もあるさ。人間なら当然だろ。それはどうかな。それでも姉さんと遊ぶ気にはなれないよ。それは残念。パーティーではすごく楽しいやつなのに、盛り上げるのも最高にうまいしね。そもそもボルテックスクラブって何？閉鎖的なイメージだけど。メンバーになれない人にとってはね、至って健全なクラブさ。本当かな？本当さ。君も一度遊びに来てみるといいよ。そうすれば噂なんか信じなくなる。
ボルテックスクラブのパーティーに？なんかドッキリ仕掛けられそうで怖いんだけど。考えすぎだよ。俺たちはそんなくだらないことしなくたって十分楽しめる。遠慮しとく。パーティーとか興味ないから。俺たちと遊んだことがないからさ。ビクトリアもパーティーでは楽しい子なんだよ。生徒が行方不明なのにパーティーで騒ぐ気分になれないよ。くだらないこと言うなよ。レイチェルもよく俺たちと遊んでたんだ。楽しい子だったよ。頭の切れるタイプでさ。レイチェルと知り合いだったの？パーティー好きな子だったよ。明るくて楽しくて、そして何よりすごく美人だった。何があったんだろうね。そうだな。まあ行方不明ってことだけははっきりしてる。ビクトリアはレイチェルと仲良かったの？やきもち焼きそうだけど。君は分かってないな。ああ見えてビクトリアだってレイチェルに一目を置いてたよ。レイチェルもボルテックスクラブのメンバーだったの？いやいや、レイチェルはレイチェルさ。俺たちにはもったいないぐらいだって。俺にそう言わしめるんだから相当さ。なんだか余計混乱してきたよ。全てが謎って感じ。また今度話そう。ああそうだね。俺もそろそろ勉強に戻った方が良さそうだ。今度デーナと君をパーティーに呼ぶよ。ブルック、本当にドローンを持ってるの？ブルック、ひょっとしてドローン飛ばしたいの？飛ばしたい。飛行機とか気球とか大好き。一緒にしないでよ。ドローンってなんだか分かってるの？武器でしょ。それってブルックの？違法じゃないの？違います。まだ誰にも見せてないんだ。ドローンって軍事兵器じゃないの？ネットの噂信じすぎでしょ。こりゃ操縦は無理だね。ウォーレンからは頭いいって聞いてたのに。あっち行ってくれる？ウォーレンと同じカバンかな。ちょっとオタクっぽいような。小さいのに大げさな名前がついてるんだな。ブルック、ひょっとしてドローン飛ばしたいの？それハイフライドローンだよね。 B400 EVO モデル。いいな。すごい、よく知ってるね。ちょっと驚いたよ。航空写真が好きなの。遠くまで飛ばせるモデルは撮影機材に向いてるんだ。すごい時代だよね。へえ、さすが。ウォーレンが一目置くだけあるね。はい、ドローン操縦していいよ。
さて、寮から USB を持ってこなきゃ。5年ぶりに戻ったけど、変な感じ。すぐに学校に馴染めると思ったのにな。妙なことが起きたせいで、余計によそ者気分。おまけに日記とカメラ以外に相談相手はいないし、こんな青春で本当にいいのかな。まさに身も心も孤独って感じ。おかしな日だな。いろいろ起きすぎて混乱しちゃうよ。わけのわからない幻覚も、この力も、今にも全部夢でしたって目覚めそう。でもやっぱりどう考えても夢の感じがしない。ってことは本当に時間を巻き戻したんだ。何か理由があるはず。それを解明しなきゃ。いい絵だな。水の底できらめく緑のコイン。みんなのお願いは叶ったのかな。スマホ片手にうろうろしてる生徒の姿を見たら、学校の創始者は何て言うだろう。ちょっとお腹が空いたな。ジャスティンとスケーター仲間だ。いろいろできてかっこいいな。ジャスティン。マックスじゃん。かましに来たの？もちろん、そのつもり。最初のトリックは何？ジャンプかな。うわ、どっす。かます？そんな魚いたような気が。うわ、ダッセ。ノーズスライドかトレフリップぐらい知っててもらわなきゃ話になんないね。ジャスティン。マックスじゃん。かましに来たの？ノーズスライドしたいとこだけど、誰かトレフリップ見せてくれるかな。へえ、結構詳しいじゃん。まあね、全然下手くそだけど。そんじゃさ、俺らがお手本見せてやるよ。リクエストある？じゃあ、ノーズスライド。うちのトレバーがいいとこ見せるぜ。トレフリップがいいな。うちのトレバーがいいとこ見せるぜ。
や。君って確か写真の勉強してんだよね。スケボーやってそうに見えないけど。昔やってたけど、今はカメラ一筋。だよね。上司大歓迎なんだけど。あんまり。そりゃ残念。上司大歓迎なんだけどね。レイチェル・アンバーと連れもよく俺たちとつるんでたし。レイチェルと知り合い？よくスケボーしに来てたけど、ある日急に来なくなったんだよ。どっかで元気にしてりゃいいけど。レイチェルに何かするようなやつは俺らがボードでボッコボコにするぜ。レイチェルの連れって？名前忘れちゃったけど、可愛かったよ。タトゥー入ってて髪の毛青くてかっけえの。レイチェルがいなくなってその子も来なくなっちゃったんだけどさ、寂しいよね。ビクトリアともよく遊ぶ？まさか、あんなツンツンした女とつるむかっつも。じゃあまた後でね。俺らの写真撮りたくなったらいつでもモデルになるぜ。ステラはいつも真面目でしっかりしてる。さすがだな。ステラ、お疲れ。あなたは確か写真のクラスで一緒だよね。ジェファソン先生最高じゃない？うん、私も先生の作品大好き。有名な先生に教えてもらえてラッキーだよね。本当に。ニューヨークでの作品も良かったけど、やっぱり先生のルーツはオレゴンだから。あのマーク・ジェファソンがこんな田舎の学校で教えてるなんて、イーストコーストの高級ギャラリーは今頃歯ぎしりしてるでしょうね。それに先生かなりイケメンだし。でもちょっとよそよそしいというか、近づきがたいというか、偉そうってわけじゃないけど、何考えてるかわからない。まあね、先生はアーティストだから。どうなんだろう。確かに天才だとは思うけど、先生の言うこと全部鵜呑みにするのは違うかな。ちょっと気取ったとこはあるけど、本音で向き合ってくれるいい先生だよ。ビクトリアがいなかったら私もアタックするのに。言われてみれば先生はビクトリアをスルーしてるね。先生もバカじゃないし。まさか先生クビになっちゃうよ。第一、生徒と付き合ったりしないでしょ。それはどうかな。え、どういうこと？ビクトリア分かりやすいよね。先生は相手にしてないと思うよ。私もそう思う。でもライバルは他にもいるし。え、どういうこと？本当に何も知らないんだね。ジェファソン先生はレイチェル・アンバーと寝たことがある。これは確かな情報だよ。レイチェルと知り合いだったの？そういうわけじゃないけど、ビクトリアたちと一緒にいるのをよく見かけたよ。レイチェルに関してはいろいろとすごい噂を聞いてる。ごめん、今ちょっと忙しいから。そうなんだ。学校生活って毎日驚きの連続だね。まあそのうちいろいろ分かってくるよ。それじゃまた授業でね。ダニエルはいつも何かを書いてる。内気さは彼の勝ちね。ダニエル、お疲れ。ああ、マックス、よかったら頼んでもいいかな。スケッチのモデルになってほしいんだ。完成したら SNS にアップするけど。私でよければもちろん。インスピレーション湧きそう？インスピレーションといえば
一目見ただけで湧き立つモデルがいたよ。レイチェル・アンバーさ。何があったんだろうね。なんでいなくなったのかな。急に授業に来なくなってね。家出したっていう人もいるし、崖から飛び降りたっていう人もいるけど、無事だといいな。友達だったの？違うけど、僕の絵のモデルになりたいって言われて描いてあげたことがあるんだ。どこへ行ってもビラが貼ってあるよね。彼女の顔をあんな形で見るのは辛いよ。優しい子だった。それじゃあそろそろスケッチ始めて。レイチェルほどいいモデルじゃないけど。そんな、君だって十分代わりになるよ。いいね、いいポーズだ。いいね。すごいよ、ダニエル。ありがとう。よかったらまた今度モデルになってよ。ルーク・パーカーだ。ザッカリーがロッカーに押し込んだ子。かわいそうに。あ、ルーク？今はほっといてくれるかな。ああ、ごめん。じゃあまたね。また今度話そうぜ。どうしたの？ネイサン・プレスコットのやつ、親がこの学校にたくさん寄付してるからって調子に乗りやがって。ボルテックスクラブが何だってんだ。あいつには本当気をつけた方がいいよ。知り合いなのか？違うよ、時々見かけるだけ。ちょっとその話詳しく聞かせてよ。何があったの？うん、ああいう勘違いしたボンボンとは関わりたくないな。誰かガツンと言ってやらなきゃダメだ。そのうちきっと罰が下ると思うよ。それが本当なら世の中善人だらけだ。正義は寝て待てってアホらしい。そのうち墓穴掘るでしょ。それが本当なら世の中善人だらけだ。正義は寝て待てってアホらしい。また今度話そうぜ。銃持ってたから先生に報告した。え、それ本当？銃を振り回してたから校長先生に言いつけたの。あとは先生次第だけど。マックスすげえじゃん。ついに正義の味方の登場だ。話せてよかったよ、マックス。また今度な。確かエヴァンって名前。いつも何かに集中してる。エヴァンのポートフォリオ、プロみたいでかっこいい。中身見てみたいな。エヴァン、ポートフォリオを見せてもらってもいいかな。その前にテストさせてくれ。質問に答えてもらうよ。崩れ落ちる兵士の撮影者は？ロベール・ドアノーだっけ。おいおい、君はストリートフォトとジャーナリズムの区別もつかないのか。ポートフォリオは見せられないな。ユージン・スミス。確かに二人とも著名な戦場カメラマンだが、
まさか混同するとはね。残念ながら不正解だ。スティーブ・マッカリー？あの写真が撮影された当時、彼はまだ生まれてもいなかったというのに。それにマッカリーはカラーで撮る。悪いけどポートフォリオは見せられない。アマチュアに付き合ってる暇はないよ。一枚でも多く撮らなきゃ。悪く思わないでくれ。ロバート・キャパでしょ。あの写真の真相はともかく、彼の作品は大好き。へえ、やるな。ちょっと意外だったよ。見直してくれた？君とは気が合いそうだな。僕のポートフォリオを見てくれて構わないよ。君にはその価値がありそうだ。拝見いたします。すごくいい写真だ。レイチェル・アンバーの顔から目が離せない。エヴァン、見ての通りレイチェル・アンバーは最高のモデルだった。僕の感性に訴えるアングルを心得ていた。どんな子だった？一言で言えば基地獣王。意味わかる？わかるよ。それぐらい。お気遣いどうもありがとう。親しかったの？いわば戦友ってところさ。僕を批判せず理解してくれた。ボルテックスの連中と付き合っても自分を見失っていなかった。芯の通った子だったよ。何があったんだろうね。よからぬことだよ、間違いない。